回は前回前々回とヒラマサを釣らせていただきました千葉県勝浦漁港から出ている光照丸という船に乗ってカツオを狙いにやってまいりました。ポイントに着いたら釣り開始です。カツオは泳ぐのが早いので船が動いている状態からルアーを投げることも多いです。投げているルアーは 40g の小さいジグです。着水したらすぐにぐるぐる巻いて水面直下をひょいひょい泳がせます。これでジグとベイトが合ってるってことが分かったので次こそはカツオ食べて。えい。魚が目の前でぐるぐる八の字に泳いじゃってなかなかタモに入れることができません。までは竿を横にして引いてきた方がいいのですが、タモに入れるときは竿を立ててカツオの口を水面から出して空気を吸わせておいた方がいいみたいですね。
時はもう水面の方にカツオがいなくなっていたので、着水したらちょっと待ってジグを10メートルから20メートルくらい下に下がるのを待っていました。ラインが変な方向にピンと張ったので合わせてみると、ヒット！カツオの顔をこっちに向けるように、そしてカツオの速さに負けないようにゴリゴリ巻いて、来たよ。あとは下から上へ持ち上げてきて、で船長さんにタモに入れてもらって、よいしょ、よいしょ、ゲットー！カツオ2本ゲット！大量大量！